KTです。こんにちは。東京の荻窪という町に来ています。今日は名店中の名店、食べログ100名店にも選出され、スシローのコラボラーメンも監修した言わずと知れた有名店、東京にいながら函館ラーメンがいただけるありがたいお店に行ってみたいと思います。メニューはラーメンとホタテご飯のみ。ビールは北海道らしく札幌クラシック、そしてガラナがありました。販売されてから60年以上も愛され続けている北海道のソウルドリンク、ドアップガラナ。スパイシーでどこか懐かしくて私も大好きです。東京ではなかなか手に入れづらいものなので、ここぞとばかりに飲んでいます。うわ、ガラナ強い。うまっ。甘みが強いと言われる鹿部産のホタテが乗っていて、貝柱と昆布もたっぷり入って、これは贅沢ですね。柔らかくてほんのり甘く最高です。函館周辺でしか取れない希少ながごめ昆布がたっぷり乗っています。これが口に入れた瞬間、とろっとろになって最高でした。こちらは大盛り卵チャーシュー増し。こちらには軽く炙ってあるバラチャーシューも乗っています。函館にはまだ行ったことがありませんが、このスープを一口飲んだら行ってみたくなりました。貝と昆布の深い味わい、一滴たりとも残したくはありません。スープをたっぷり吸ったこのお麩を食べるのも楽しみなんですよね。麺は北海道産北穂波 100% の自家製麺。小麦の香りと絶妙なコシが最高です。こちらは荻窪駅前にある商業施設ダウンセブン。このビルは1981年に建てられましたが、このビルが建つずっと前からこの場所にある老舗のソフトクリーム屋さんに行こうと思います。ラーメンを食べた後、ソフトクリームが食べたくなるのは私だけでしょうか。たい焼きソフト。こちらのソフトクリームはとにかくうまい。3世代にわたって長年愛されている人気店で、常に行列ができています。ここで1981年なんですけど、もっとその前からあるので、ここがバタークリームの時代、バタークリームのエバーミルクとかにするんで、その時に生クリームを初めてやったのがここら辺で、中央線で。戦後間もなくこの辺りで最初に生クリームのケーキを販売したのは初代香味屋さん。昔のケーキはバタークリームでしたからね。生クリームを初めて食べた時のあの衝撃は今でも覚えています。ニュー香味屋さんはこののれん分けで現在2代目。今ではソフトクリームが主流になって、変わらぬ美味しさを守り続けています。ソフトクリームはバニラ、モカ、ミックスの3種類。サイズは SML から選べます。たい焼きやジュースなどもあります。濃厚なミルク感、滑らかでクリーミーなんです。いつもバニラばっかりで、ミックスは初めていただきました。モカうま。モカとミックス超うまい。ほんのり苦いモカがいいですね。なんとも昔懐かしいほろ苦さが最高です。はい、あ、もうちょっとはみ出たパターン。ちょっとサンドなんだね、中に入ってるんじゃなくてね。こちらのたい焼きは初めていただきますが、どうでしょうか。おふら、うわ、たっぷりだ。本当だ、サンドだ。サンド、珍しいよ。珍しい。昔懐かしいホットケーキのような生地にあんこがたっぷり挟まれています。はい、もっちもち。いただきます。うまい。ちょっと知らない皮、もっちもちで皮が違う。卵と蜂蜜を通常の2倍使用している入港宮さんのたい焼きは生地がしっとりとしていてもちもち、皮だけでも十分美味しく、あんも甘さ控えめでかなりの大きさだけどペロリと平らげてしまいます。これはたまりません。過去一を更新しました。こうでしょう。いやー、完全こうでしょう。はい、これ優勝コースだよ。これうまっ。もちもちタイプ。次はみんな大好き町中華です。昭和49年創業、この地で愛され続けて50年、メディアでもたびたび紹介されるとても有名な老舗の中華料理店です。客席はカウンター席のみ。客席から次々に「ランランで」と呪文が聞こえてきます。メニューはとても多く、焼き飯だけでもかなりの種類があります。いつも焼き飯か定食だったので、実はラーメンは初めていただきます。あー、美味しい。なんとなく昔ながらのあっさり醤油ラーメンかなと予想していたら、意外や意外、豚骨に鶏ガラ、サバ節、煮干し、ラオス昆布に日高昆布、さらに干しエビ、貝柱と非常に贅沢なスープ。濃厚でコクが深く、少し背脂も浮いていて最高です。麺は中細ストレート、もちもちとした食感がたまりません。うまー。チャーシューは柔らかい。これがうまい。大人気のエビ焼き飯。徳大さんはとにかく焼き飯もうまい。うまー。巨大なエビがこれでもかと入った豪華な焼き飯です。エビは本当にプリプリ。そして徳大さんといえばこのランラントッピング。焼き飯の上に乗ったこちらのふわふわの卵のことなんですけど、高火力で一気に焼き上げるこの卵が美味しいんですよね。ほとんどの方がランラントッピングで注文しています。こちらは焼き飯の食券を渡す時に現金で払うことになっています。その際、勇気を出して「ランランお願いします」と言ってみましょう。呪文を唱えればこちらのふわふわ卵がいただけます。噂では卵が2個だからランランらしいです。チャーハン美味しい。焼き飯にはこちらのスープがついています。お味噌汁に見えるんですけど、こちらは嬉しい中華スープです。ああ、もう外側カリカリ。いただきます。ああ、肉汁がすごい。餃子は焼き目はカリッと、中はかなりジューシーでお肉がたっぷりと詰まっています。卓上には餃子専用黒酢ラー油入りのタレがありました。餃子はお肉たっぷり。一つ一つが大ぶりでボリューム満点。餃子の単品は3個入りか6個入りがありますが、今回の餃子は特大セットの餃子です。ラーメンと餃子で880円、ラーメンが730円で餃子3個が320円なので、どう計算しても合わないぐらいお得です。小盛りの焼き飯はこれで普通盛り。中華特大名物ほうれん草焼き飯。細かく刻まれたほうれん草がたっぷり。こちらももちろんランラントッピングをお願いしました。このほうれん草が爽やかでいいんですよ。というか罪悪感を消してくれます。お米もしっとりとしてカリッとジューシーな豚肉が甘辛く、塩分控えめなチャーハンとランランが本当に最高です。チャーハンがうまいよね。この辺りは学生が多く、お腹いっぱい食べさせたくてついつい野菜を増したり大盛りになっていったそうです。どの料理もボリューム満点なのは気持ちの優しい大将の愛だったんですね。そんな大将から「レバー美味しいから食べてみて」といただきます。うわー、うまっ。うまい。薄い衣をかけて揚げてあるので臭みなんて全くありません。ジューシーで濃厚なレバーのうまみがあふれ出します。これはたまりません。次回はぜひレバニラ定食を食べたいと思います。あー、美味しかった。それでは皆さん、今回の KTT いかがだったでしょうか。荻窪には魅力的なお店がまだまだたくさんあるので、来月にまた来たいと思っています。美味しそうだと思った方はグッドボタンお願いします。荻窪が大好きだよという方もグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。